クリスマスといえばやっぱりこれよね。さあ、今日はブレーコーよ。今日のシュワシュワは格別ね。こんなに楽しいなら毎日クリスマスがいい。買ったからプレゼントくれる？あら、米子、熱心に何を見ているのかしら。これモンスター図鑑ね。私も衣装のアイディアに詰まった時に開いたりしてるわ。インスピレーションが湧いてくるのよね。すごい職人。ふふん、褒めて褒めて。ちなみにこの図鑑の中で米子が気になるモンスターはいるかしら。それなら私はこいつ。どたこいね。確かに角があってかっこいいわよね。うん、うまそう。え、うまそう。食ってみたい。お姉ちゃん、トナカイ食べたことある？ないわね。トナカイってのはね、どう猛で、それはそれは危険なモンスターなの。どう猛で危険？そう、だから食べたこともないし、もしトナカイと出会ってもむやみに戦おうとしちゃダメよ。危険なものほど美味しいのがお約束って、里のニートの兄ちゃんが言ってた。さすがコウ魔族ね。どうしたらトナカイを食べるのは諦めてくれるのかしら。そうだわ。でも食べるためにトナカイをやっつけたらもうサンタには会えないかも。それは残念よね。なんで？サンタはトナカイに乗ってやってくるんだもの。トナカイがいなくなったらプレゼントを持ってこれないでしょ。それは困る。そうよね。だからトナカイを食べるのはやめましょう。わかった。はぁ、これでトナカイ討伐に行こうとか言い出さないわよね。じゃあカモネギ奉行にする。ジュルリ、コメッコ、恐ろしい子。このスバ、ようこそ冒険者ギルドへ。たまにはこうして。やば。今日はところ、君のパーティー、君のパーティー、君のパーティー、冬将軍にぞ。あたしはか、あたしはか、ダストさんはか。このスバ、このスバ、ねえねえ、紅茶に合うお菓子も欲しいんですけど。少々お待ちください。確かここにありました。どうぞ召し上がってください。あら、リッチーにしては気が利くじゃない。米粉も食べて食べて。ハボハボハボ、うまい。それは良かったです。アクア様、今日はずっと米子ちゃんとご一緒なのですか？そうなの、めぐみんたちが出かけてるから今日だけ特別にね。なんだけど、この子ったらお腹が空くと思いがけない行動をするのよね。さっきだって。はあ、お腹空いたの？食べたいものがあれば言ってちょうだい。せっかくのクリスマスですもの、好きなものを食べましょう。私もご相伴に預かるわ。結構です。あら、いらないの？クリスマス限定メニューがたくさんあるわよ。大丈夫、
わがまま言わないでいい子にしてたら、サンタさんがプレゼントくれる。姉ちゃんが言ってた。めぐみんは今頃米っ子へのプレゼントを買ってる頃かしら。本当に仲のいい姉妹ね。偉いわね、米っ子。でも、少しくらいわがままを言ってもいいと思うわ。アクシズ教にも、本能の赴くままに進みなさいって教義があるし。結構です。本当に？あ。体は正直ね。ほら、私と一緒に何か美味しいもの買いに行きましょう。行かない。今日はわがまま言わない。買い食いしない。頑固なところはめぐみんそっくりね。お、いいこと思いついた。いいこと？その変な焼き、いただきまーす。うわー、待って待って、お腹壊しちゃうから。めぐみんにも怒られるし、ダメだってば。みたいなことがあって。それは大変でしたね。小さいのに行動力がすごい。そうなの。だからここに来れて助かったわ。リッチーに言うのは尺だけど、ありがとね。まあまあ、アクア様にお礼を言っていただけるなんて、クリスマスはやっぱり素敵なイベントですね。ふんだ。それはそうと、今この店クリスマスセール中なのよね。その割には並んでる商品は少ないし、その積み上げられた箱は何なの？箱、たくさん。それは全部このポンコツ店主が仕入れた商品だ。出たわね、この昭和の悪魔。ツリーや装飾品は昨日までに大方売れたというのに、何時の仕入れた商品だけが残っておる。どうしてくれるのだ？すみません、すみません、すみません。ツリーないんだ。ですが、私が仕入れたクリスマスグッズはどれも素晴らしいもので。そうだ、皆さんへのクリスマスプレゼントにお一つツリーが欲しい。突然どうしたの？食べ物も我慢してたのに、どんな風の吹き回しかしら。ツリーがあれば姉ちゃんが喜ぶ。米っ子、お姉さん思いですね。うん、どこか売れ残っているお店があればいいのですが。はあ、でも今日は無駄遣い禁止だった。サンタさんが見てる。出費も抑えなければならないんですね。そういうことならいい考えがあります。ここ数日、北の森でエルダートレントを見たという情報が相次いでいるらしくて。エルダートレント？なるほど、そいつを捕まえてツリーを作ろうってことね。リッチーにしては冴えてるじゃない。ねえ米っ子、無駄遣いしなくてサンタさんもいい子だって認めてくれる一石二鳥な考えがあるんだけど、どうかしら。やる！決まりね。こんな悪魔臭い店は早く出ましょう。すぐ出発するから、ウィズも準備して。え？私もですか？ジングルーベル！情報によれば、ここがエルダートレントの出没地点ね。早速出たわね。みんな、油断は禁物よ。飾られないように気をつけて。ってこと？エルダートレントは綺麗な装飾品を奪って自分の枝に飾る習性があるんです。私たちの衣装が気になるのでしょうか？私が作った衣装を欲しがるなんて、いいセンスしてるわ。でも、おとなしく女神の軍門に下りなさい。もっと綺麗に。来ますよ。エルダートレントを倒して、アクセルの街にとびっきりのクリスマスツリーを持って帰りましょう。このスバ。敵が来たら返り討ちにしましょう。
にかして全部売らないとお店のピンチに。この芝綺麗になりたかっただけなのに。やった、エルダートレント討伐完了よ。最後の言葉が哀愁をそそりますね。気にしない気にしない。それよりもこれで素敵なツリーが作れるわ。楽しみね、コメコ。ありがとうございました。あら、どうしたの急に。サンタが見てる。私はいい子そうですね、いい子にしていればサンタさんがプレゼントを運んできてくれると思います。そうね、コメッコは今日一日いい子でした。この女神が保証するわ。よかった、サンタさんにもよくよくお伝えください。どうして。だってサンタさんと知り合いでしょ。ぎくまあ知らない仲ではないかしら。よろしくお願いします。では帰ろう。いやそのアクア様、アクア様、どうしてコメッコちゃんはアクア様がサンタさんと知り合いだなんて言ったのでしょうか。知らないわよ。ねえ、もしかしてサンタの正体がメグミンだってことバレてるんじゃない。どうでしょうか。お姉ちゃんどうしたの、早く帰ろうよ。コメッコ、なんて恐ろしい魔性の妹。ウィズ、そっち持って。お願い。わかりました。せーので下ろしましょう。せーの。よし、設置完了。早速飾り付けしていくわよ。おお。道中で拾った綺麗な石とか木の実とか。キラキラしてて綺麗。衣装を作るときに余った材料なんかも。こんな風にデコレーションすれば。おお、一気に釣りっぽくなった。お姉ちゃん、なおての職人。うふふそれほどでもありますけど。コメッコちゃんのお望み通り、費用はかかっていません。夜になって、町もますます盛り上がってきましたね。うん、クリスマスって素敵。今夜はギルドでクリスマスパーティーよ。カズマやメグミンたちもそろそろ着く頃かしら。おい、チキン持ってきたぞ。噂をすればいらしたみたいですよ。すみませんね、アクア、今日は米粉の面倒を見てもらって。いいのよ、私も楽しかったわ。姉ちゃんだ、姉ちゃん、メリークリスマス。